アンタナナリボはマダガスカルの首都、マダガスカル島のほぼ中央に位置する。タナナリブやタナとも呼ばれる。地名は直訳するとアンタナナリボで千の町となる。千は数が多いという意味である。マダガスカル最大の都市で首都機能を持ち、マダガスカル経済の中心地でもある。2013年現在の人口は約210万人。 周辺部も含めると400万人が生活している。町の中心となるのは、独立大通りで、観光庁などの政府関係の建物が建つ。独立大通りの南には、アヌシコがあり、周囲に緑地が広がる。独立大通りの先、中心から、南東方面に4キロメートルほどの丘の上には、メリナ王国時代に建てられた、上空がある。フィレンツェ様式の建物であったが、 1995年11月の火事で建物内部は全焼してしまった。元々はアナラマンガと呼ばれたメリナ族の村で1625年に町として開かれた。17世紀末から18世紀初頭にかけてイメリナ王国のアンドリアンジャカ王により都市が造営された。メリナ王国がマダガスカルを統一した後1794年に 南部マ漫画からこの地に選挙された。1896年にマダガスカルがフランスの植民地に入った後も植民地政府の首都機能が置かれて栄えた。1929年5月には反植民地のデモが行われた。2009年1月から3月にかけて発生したマダガスカルクーデターの際にはアンタナナリボ市長アンドリー・ラジョエリが率いる野党と 大統領マーク・ラバルマナナの警備隊が衝突し、100人以上の死者が出た。マダガスカルの中央に広がる、中央高地に位置し、標高は1200メートルを超える。アンタナナリボ州の州都である。欠片の気候区分で温帯化う気候に区分される。低緯度だが、標高1276メートルの高原のため、熱帯に入らない。 夏にあたる11月から4月までで年間降水量のほとんどが降る。マダガスカルの経済の中心地で主な産業は石鹸、食品、タバコ、醸造、織物、比較などである。鉄道や道路によって東海岸中部にあるトゥアマシナ港と結ばれている。ラグビーが国民的スポーツとして人気が高い。また、いくつかのサッカークラブがある。ありがとうございます。